チルナーネームひでぼうさんから、まず落ち着いてください、落ち着いて僕の話を聞いてください、落ち着きましたね、では始めます。ひでぼうさんさ、いつもそうやって私たちに落ち着け落ち着けって言うけどさ、その後さ、あなたの言うことが私たちを落ち着かせないからこういうことになってるわけ。だからひでぼうって聞いた瞬間にもうね、落ち着かなくなってくるわけ。わかる？日頃の行いですよ。まあ、とりあえず落ち着いて聞くけど。飲み会に行った時、途中に電話や LINE をすることは当たり前だなんて思っていませんか？いや、もちろんこちらも連絡したいのは山々なんですよ。でもね、あるんですよ、電波が通じにくい場所って。絶対嘘、今時そんな場所ないなんて言う人いますが、あるんですって。地下とか古いビルとか。そうなるとこちらの責任ではないですよね。建築物の所有者か行政に言ってもらわないと。じゃあ電波通じる場所に行けばいいでしょなんて軽く言う人いますけどね。そんなほら、場が盛り上がってる時に一人だけ席を離れるっていうのもね。日本初の憲法と言われる17条の憲法の第1条に、和をもって尊しとなす、つまり人と仲良くし争い事など起こさないようにしようとはっきり書いています。そういうことです。こちらの要求をご利用しして和やかな雰囲気を壊していいものでしょうか。そんな悲しい事態を引き起こしてまで連絡をよこせなんてひどいこと言えますか。連絡至上主義の皆さんのごめんなさい、こっちが間違ってたねという声が聞こえるようです。大丈夫、皆さんがこちらを心配してくれている心は伝わっているから。いろいろね、言いたいことがあるんですけど、まず飲み会に行って、途中で電話や LINE をしてほしい、逐一してほしいっていう風に言うこと、めんどくさいかもしれない。でもあなたにそれを要求するようになった人の気持ちをまず考えてみてください。なったのには必ず理由があります。急に飲みすぎて連絡が取れなくなる、お家に帰ってくると言っていた時間に帰ってこない、どうしたんだろう、車にひかれたのかな、どこかで寝てるのかなって心配になる、飲んだくれて帰ってくる、そういうことが何回もあったんでしょう。だからこそ相手は連絡をしてね、ちゃんと帰るとき言ってね、今どこにいるか教えてねって言ってるわけ。あと、あなた女の子のいる飲み会によく行っていませんか。いつも男性しかいない飲み会に行ってたら、ハニーはそんなこと言わないと思いますよ。心配なのよ。なんで女の子がいる飲み会に限って連絡が途絶えるんですかって言ってんの、私は。わかりますか。あー、携帯触ってなかったじゃないのよ。触れって言ってるのよ。ね。ずっと電波が届かないところにいるわけないでしょ。みんなツイッターとかさ、インスタとかさ、見るでしょ、飲み会中だって。なんで自分の大事な人からの LINE だけ全部無視して他のどうでもいいやつに返してるのって話なわけ。わかる？お店移ったら連絡、移動中に電話すればいいじゃないですか。あのね、ひでぼうさんがね、和をもって尊しとなすって言ってますけどね、その飲み会の席での人たちと和をもって尊しとなす前にね、ハニーとちゃんと和をもって尊しとなすしなさいよ。本当にひでぼうさん、一番大事な人のこと傷つけてどうするの。僕らは大切な人から順番に傷つけてしまっては自分を嫌ってくですよ。今日私歌いましたよ、シーズンのレター。ダメですよ、そうやってやってたら自分のことも嫌いになっちゃうんですからね。ちゃんとハニーのことを大事にすることを一番に考えてください。電波が届かない店には行かない、これで解決でございます。ここで一曲、 TWICE What is love?